こんにちは、平松です。会議通訳者をしたり、イギリス英語による発音改善コンサルタントの仕事をしたり、イギリスから毎週土曜日に配信している日本人の英語を変えるポッドキャストのパーソナリティをしています。When you speak English, does pronunciation matter? If you are a Japanese person learning English and still haven't found your own answer to this question, this video is for you. Hi, my name is Rie. I am an English and Japanese conference interpreter and a pronunciation consultant for English learners from Japan. 大事だと思うんですけれどもいやあんまり大事じゃないっていう人もいますよね。ご自分にとっての答えというのが一番大切だと思います。それが見つかっていない人のために解説していきたいと思います。I'm sure you have heard all sorts of advice or opinions by now. Like, of course, pronunciation matters or no, it doesn't at all. And you might wonder, what's the truth? 発音は絶対に大切という人もいれば、いや、発音なんて関係ないという人もいますよね。本当のところはどうなんでしょうか ?First off, accent bias.What's accent bias in Japanese?It means なまりによる偏見。And in English, like Japanese accent bias exist, s And this topic in English is more diverse than in Japanese. As you know, English is the lingua franca in the age we live in. 英語でアクセントバイアスという言葉があるんですが、聞いたことはありますかなまりによる偏見のことなんですけれども、日本語でも東京弁とか、 標準語とか他にもいろんな訛りとか方言がありますよね。それはそれで素晴らしいと思うんです。それとは別の話でそれぞれに付随してくる偏見っていうのがあると思うんですね。そういう偏見は英語にももちろんあるんです。どこのアクセントで話すか？によって、聞き手がその話し、手に対するイメージをどうなイメージを持つかっていうのはすごく変わってくるんですね。 The other day, I watched an American TV program, well, TV, you got Netflix program, called One Hundred Humans, and it's season one, uh, episode four, uh, experiment number four. So, uh, do European accent make you sound smarter? So, you 要はヨーロッパアクセントの方が賢く聞こえるかという仮説を検証するという社会的実験だったんですね。でこの実験を見てい,いくとこのイギリス英語イギリスナマリというのがアメリカ人でもどう捉えられているかっていうのが分かるんです。It made clear how British English was perceived in the US.Before moving on here's a spoiler alert! in case you do not want to know the answer please skip a few seconds here's the gist of the experiment ここからはネタバレになるので結果が知りたくない番組をご覧になる予定の方はちょっとだけ早送りした方がいいかもしれません簡単に説明するとですねこの実験は同一人物の女性の俳優さんが一言一句プレゼンテーションの内容を変えずに三つの異なるアクセントで で観客は無作為に集められた人たちで毎回違うんですけれどもその人たちに向かってこうプレゼンテーションを行いました一つはイギリスアクセント二つ目がアメリカ中西部のコロラドアクセントで三つ目がミシシッピ南部ですねのアクセントだったんですでその後、それぞれそこにいたオーディエンスからフィードバックをもらうというやり方で行われました And in a nutshell The answer to that question or hypothesis was yes で結論を言ってしまうと質問の答えは yes だったんですね番組の中でアメリカ人のオーディエンスがイギリスなまりのことをいくつかの形容詞を使って話してたんですけれども Sophisticated とか Authoritative ーーーティティって言ってたんですね洗練していて権威がある感じというふうに言ってました であの北米アクセントに関してはこうアメリカ国内でも鉛が中西部だったりあと南部だったりで全く同じ内容を同一人物がプレゼンしているのにこんなにも印象が違うということがわかるほどここでですねじゃあ,あのアメリカではイギリスアクセントは 好意的に受け入れられてこうオーソリティスティケイティッとか, sophisticated とかですごく得をするということが分かってきましたよね逆のパターンはどうかっていうのを考えてみたいと思いますそれでイギリス人の人何人かにアメリカアクセントって正直なところどうよって聞いてみました So this time I asked a few Britons British friends of mine I asked them、um, what do you think Of American accent. And they actually said they don't mind American accent provided、uh, they don't talk with uptalk or lots of contractions and slang. どういうことかというと、アップトークというのは語尾が下がるべきセンテンスの時に上がってしまう statement といいますけれども疑問文じゃない時ですね。に語尾が 本来はは下がるはずなんですよ最後が。なのに上がってしまうとちょっとあの耳障りだなっていうふうに思う人が多いということなんですよね。あとは contraction っていうのは短縮形なんですけれども私も先ほど使いましたが I do not think so とか言うときこれを do not の代わりに don't っていうと短縮形なんですね。cannot の代わりに can't っていうと 短縮形なんですこうやって短くしていくと短縮形を使えば使うほどカジュアルなイメージになっていくのでアメリカ英語はカジュアルで、うん、言ってみるとオフィシャルなところではちょっと使いにくいかなというようなイメージを持つ人がいるっていうことなんですね。あとはスラングスラングも同じ理由です。カジュアルなイメージになってしまうのでちょっとこう改まった場には向いていないかなというような感じですね。 その改まった場で使うにはちょっと向いていないような言葉ということは少し洗練さが足りなかったりとか知的さが足りなかったりとかそういうイメージにつながりやすい部分があるかなということなんですねではまとめていきたいと思います。So basically I think there are three options.One is that you can settle to speak with Japanese accent as part of your character. And accept that there are times people find you difficult to understand. And if you want to minimize the risk of not being understood, then you can focus working on the important sounds and uh, rhythms, a, like tricky ones, so that the people will understand you. で、選択肢としては3つあるかなと思います。一つ目はもうカタカナ英語でOKだとしてしまうことですね。 個性の、まあ一つのつ要素だということといいいううここででれ思んすよ別に全然あのそれで日本語なりが結構強いと相手によってはちょっとなかなか分かってもらえなかったりっていうことがあるのでこれは相手のキャパシティ次第なんですよね慣れていない日本語なりに慣れていなかったりとかするとちょっとあの通じにくかったりとかいうことはあるんだなっていうことを分かった上で。 あのカタカナ英語っていうか日本語なまりでも全然もう私の個性だということでその英語を話すのもいいと思いますし二つ目 second option would be to opt for American English why? because thanks to Hollywood films and whatnot um most of native English speaking people would understand an American accent そうあのハリウッド映画とか世界中に んかどこかのすごい何て言うんですかねこう小さい地域で話されている特定の鉛とかいうわけではないじゃないですか。なのでアメリカ英語に関しては慣れているネイティブのイングリッシュスピーカーっていうのが多いと思うのでアメリカ英語でもあアメリカ英語だなって聞きながら思われるかもしれないけれどもそれでも、ま、理解はしてもらえると思うんですよね。なのでそれが2つ目。3つ目ですがこれがですね。British accent. accent especially if you want to sound sophisticated and authoritative even in America。そうこれがですねソフィスティケ a テ e d その洗練されていてええオーソーリティティフですよね権威がある感じがするっていうことこれアメリカの人にとってもすごくそういうふうに聞こえるっていうことだったのでぜひこの部分をですね押さえたいという方はイギリス英語を おす,すめしますで今回なぜこのお話をしたかというとこうイギリス英語とアメリカ英語こうどちらがいいのかと迷う悩むんだけれどもどちらがどうなのかこう相手がどういうふうに受け取ってもらえるのかわからないという方が多いと思うんですね。なのでこうこののでこ間見たその ののの番組の話をしながらこのアクセントバイアスについてこう触れながらですねお話をしたら少しこうイメージがつかんでいただけるかなと思いましたでここまで見ていただけた方は是非、like ね、それで質問がある方は是非コメント欄からお願いしますでイギリス英語とアメリカ英語私はどちらをやればいいんだろうという方のためにあの自己診断テストを作りました 私のサイトの方にありまして、この情報欄にこうリンクを載せておきますので、そちらの方を見てみてくださいこう。ゲーム感覚でできるような感じになっています。で、ここからはおまけなんですけれども、I live in England and I think I speak with British accent now than an American accent.But I used to speak with very broad or very strong American accent.After American accent, because I studied and lived in Northern Ireland, あのイギリス英語で今話しているつもりなんですが実はこの前イギリス英語のアクセントになる前は私はかなりアメリカ英語だったんですね。で、えっと、アメリカ英語のあと北アイルランドで留学をして住んでいたので北アイルランドの鉛っていうのも結構ピックアップしたんですよ。 でえー、イギリス英語はノン・ローティックと言って、えー、R の音が弱いあのアクセントなんですがアメリカ英語北米アクセントとかあのアイルランドの北アイルランドももちろん含めてなんですけれどもこのアクセントというのはローティックアクセントと言って R が強いんですね。なのでイギリスに移り住んできたのが13年前ですから「I came to England」。 to live in in you know, to live in london i in v e l 13 years ago so at that time I kind of struggled trying to understand especially cockney or、uh, some estuary english even like received pronunciation、so, received pronunciation ってヨーニンハツなんですけれどもそれとかエセックスなまりとかコックニーとか、えー、テムズ川の加工域英語ですね うんもうちょっと地域を、えー、特定するとブリックストンとかブロムリーあたりの下町アクセントもそうなんですけども結構あのリスニングで手なんか手ごわかったっていうか難しかったこともあります今でもあのすごくなんだろうなあの方言が入っていたりとか言い回しとかで分かりづらい時はありますねというわけで that's it for today I hope you enjoyed the video and I'll see you next time. 最後までご覧いただきましてありがとうございました。それではまた。ごきげんよう。